はい、皆さんこんにちは、小平でございます。今日はですね、まあ、動画のタイトルにも書いてありますけれども、いやー、ラブライブシリーズね、まあこれだけね、今ね、まあ、ラブライブ無印から始まり、最新の作品で言えば、まあ、ハスの空だったり、まあ、スクールアイドルミュージカルだったり、まあ、いろいろね、あるわけでございますよ。もうコンテンツのね、その多様化といいますか、いろんなそのスタイルに合わせてね、コンテンツっていうのが、まあ、存在してますよね。まあ、テレビアニメだったり、そういったものを、ライブだったりをね、主体的にやっていくコンテンツもあれば、ミュージカルに特化したものもある。あるいはバーチャルコンテンツにももう手を広げてるといった形でね、本当に多方面でいろんな展開の仕方してるラブライブシリーズでございますが、そんなですね、ラブライブシリーズのあらゆる作品としても、そしてシリーズ全体としてもですね、来年2025年というのはですね、これはもう X でならぬ X イヤーみたいな感じのですね、出来事にな、そんなですね、節目の年になってしまうことを皆さんご存知でしょうか。まあ、今日はですね、まあ、そんなですね、まあ、2024年問題ならぬ、2025年問題。はい。これについてですね、話していこうかなと思います。はい。2025年はラブライブシリーズにとって、いろんな意味で節目の年です。大変節目の年となります。まあ、まずはね、それがなんでかってことを説明した上で、まあ、それに対するね、まあ、見解なんかも、話していければなと思います。はい。まあ、どうね、節目なのか、まず話していきますけども、2025年っていうのはですね、まずは、ラブライブシリーズ15周年ということになります。はい。2010年からラブライブ、まあ、ミューズを皮切りに、まあ、始まりました。まあ、ラブライブシリーズとして展開が始まりました。まあ、それがですね、2025年で15周年となります。これ大変大きな節目ですよね。はい。すごく大きな節目だと思います。はい。そしてですね、ラブライブサンシャインでございますけれども、まあ、これはですね、まあ、2025年も含めてね、アクア結成9周年、まあ、あるいは10周年っていうですね、まあ、節目を迎えるわけでございます。まあ、そしてですね、2025年には、アクアとしての9人最後のライブ、ワンマンライブ、アクアフィナーレラブライブ、A 級ステージ、こちらもですね、予定しております。はい。まあ、ということなのでね、ラブライブサンシャイン、まあ、アクアにとっても、2025年っていうのは大変大きな、これ節目となる、年でございます。はい、大きな節目ですね。はい。まあ、そしてですね、虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会、これにとってもですね、すごく大きな、まあ、節目というか、出来事が起きるんじゃないかということで、劇場版完結編、劇場完結編ですね。まあ、第1章がこれ今年、公開されますが、来年はですね、まあ、第2章、あるいは第3章、その両方、もしくは片方がですね、公開されるというふうに言われておりまして、まあ、虹ヶ崎にとってもですね、これかなり、大きな節目となる年になるんじゃないかと、2025年は、虹ヶ崎としてのその物語が完結すると、終わりに向かってるという、ことでございますので、まあ、これもある種大きな節目になりますよね。そしてですね、ラブライブスーパースターでございますけれども、これにとってもですね、大変大きな、節目となる2025年でございます。まあ、というのもですね、まあ、今年の10月からっていうふうに一応言われてはいますが、ラブライブスーパースターテレビアニメ第3期がですね、放送されます。まあ、2025年にもですね、ちょっとこうね、まあ、ワンクールだとしたら2025年、最初の方もですね、少し放送されると。いう形になって、ラブライブスーパースターのね、テレビアニメシリーズに関しては、まあ、おそらく3期までとなりますので、まあ、そこで、まあ、物語が一旦落ち着くんじゃないかということで、ラブライブスーパースターの物語という意味でも、2025年は大変大きな節目になります。はい。そしてですね、まだありますよ。ハスの空女学院。これにとってもですね、2025年は大変大きな節目となると。いうことでですね、ハスの空はですね、まあ、リンクライクラブライブとしてですね、リアルタイムで物語がですね、リアルとバーチャル同時に進行しています。ということはですね、現役メンバーの一部がですね、卒業する年になります、2025年は。はい。102期生ですかね。まあ、だから、小杖先輩、つづり先輩、めぐちゃんですね。この3人が卒業する年となります。まあ、なのでですね、ハスの空にとっても、まあ、これはリアルでも、リアルとバーチャルをですね、同じ展開にするというのが、まあ、ハスの空の最大のまあ、魅力でもございますのでね、キャラが卒業したらキャストはどうなるのか、まあ、これハスの空にとっても大変大きなね、
節目となる年でございます。まあ、といったですね、形でね、ラブライブシリーズ2025年、なかなかこれすごい年になるんじゃないかというふうに思います。まあ、これについてのですね、まあ、僕の見解なんですけれども、まあね、まあ、もちろん今年もね、大変ね、いろんなね、すごいことをたくさんね、予定されておりますが、ライブとかもね、いろいろございました。まあ、ただですね、2025年の、このね、怒涛のね、コンテンツの変化、あるいはね、出来事に比べたらですね、もう全然ね、今年はまだまだマシな方なのかな、というふうに思います。はい。もちろんね、ライブだったりね、いろんな、まあ、それこそ、ね、テレビアニメも行われたり、劇場、虹ヶ崎ではね、劇場版も公開されたりとか、いろいろありますが、まあ、そういったね、ところっていうのを考えますとね、まあ、来年っていうのは、より大きなね、これ節目になると。これに関してはもう間違いないだろうな、と。まあ、個人的にですね、一番期待したいのはね、ラブライブシリーズ15周年記念イベント。これはですね、やっぱり一番期待したいことですね。はい。まあ、それとですね、アッコは9周年の何かしらのイベント。まあ、これもですね、展示会とか予定されてますし、フィナーレライブ以外にもね、展開予定されてますが、これらのですね、2つのイベントが同時進行で来るっていうことを考えると、同じ年にね、同じ2025年という年に来るってことを考えると、なかなかこれすごいことが、すごい化学反応が起きるんじゃないかなと思いますね。はい。ということでね、まあ、2025年に関しては間違いなくね、これ絶対にすごい年となると思いますのでね、いや、いろいろとね、僕も期待したいところはね、たくさんあると思います。まあね、今年もね、いろいろね、ライブだったりも行っていきたいと思いますが、まあ、来年ですね、本当に本腰上げるとしたら、はい、2025年に関してはマジで本腰上げてね、僕もいろいろ行っていきたいなと。まあ、もちろん、ね、今年もね、いろいろライブとかイベント、まだね、下半期始まったばっかりですけども、いろいろと行かせていただきますが、まあ、2025年にね、ちょっとセーブしようかなっていう気持ちもあります。はい。まあ、とはいえね、全力出すことには変わりありませんので、はい、よろしくお願いします。皆さんのですね、見解もぜひね、コメント欄にたくさん書いてください。よろしくお願いします。もしですね、この動画になったら、グッドボタン、高評価、チャンネル登録お願いします。では、以上、浩平でございました。バイバーイ。